チャンピオン牛久潤太郎 VS チャレンジャー斉藤豊両選手の入場です。そしてこのライト級リミット71キロこれもリマッチになります。画面がチャレンジャーとして前王者斉藤豊が計量に向かいます。あの一撃であの一瞬で王座交代劇は起こりました。ベルトを奪い返すことができるか斉藤選手、まず計量計に乗ってください。リミットは71です。ごめんなさい、リミットは、66キロで失礼しました。フェザー級です。リミット66のフェザー級。斉藤選手 65.90 クリアです。クリアしました。 65.90 クリアです。さあ続きましてチャンピオン牛久選手お願いします。ライジン初参戦で斉藤を下しベルトを巻きました牛久潤太郎。牛久選手 65.90 クリアです。 65.90 クリアです。さあ中井さん、このリマッチはどう見ているんでしょうか。はい、斉藤選手現在第2代の勝っていたと、もっと やりたかったという試合での敗戦ですね。それだけに悔しさがにじみ出ていると思います。牛久選手は当然それをフロックではなかったと絶対証明しなきゃいけない。本当に一と一がぶつかり合う、陣営と陣営の勝負でもあると思います。川村夏樹さん、いかがでしょう。いや、もうとにかくこの試合を早く見たいなと思ってたので、もうすごい楽しみですね。やっぱり本当に悔しい思いを斉藤選手はしていたと思いますし、また逆に本当に牛久選手もね、負けられないと思うので、はい、楽しみです。負けられないですよね。負けられないです。初代チャンピオンです。2代目のチャンピオンと3代初代のチャンピオンが今一瞬手を差し出そうとしたところ、斉藤は全くそちら見ずにというところでした。はい、明日勝つだけです。それだけです。明日お願いします。短い言葉の中に決意が感じられました。続いてチャンピオン牛久選手コメントをお願いします。そちらにマイクがあります。目の前にあります。明日は思いっきり楽しんで会場を盛り上げるんで、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。チャンピオンから川村さん、楽しんでっていうこともありましたね。ちょっとテンションがすごいね、差がありますよね。そこに何かこう燃えるものを感じますよね。まあ、そして今日これから行われるトリガーサードの後半の戦いでも、同じ66キロの金原対真島という戦いもありますしね。楽しみですよね。